非常に皆さんね、あの人間っぽいくて、自分がある日ですね、まあ、朝ランニングをしてちょうどその日は午前中にですね、あの琉球大学で講義があ,るあったんですけれども当時、朝から毎,に毎朝2 0キロ走ってたんですけどね、首里から走り始めてでずっと走ってたらです儀、ね、乃、まあ、湾のとかまで行っちゃって。 ですみません、首里どこですかって聞いたら、お兄さん、ここ、技ンギノ能ン,ンとか言ってきてね、その通りがかりの,あの,お,あのおば様というか、お姉様が行ってきて、でそれでどうするのって言うから、いや、自分でもランニングで帰らなきゃいけないとって言ったら、ですねあっち行って、こっち行って、こっち行ってって、いろんな人が教えてくれるんですけど、みんな言っていることが違うみたいなね、あの非常にこうユニークだったんですけれども、結果的にもうこれ無理だと、抗議に間に合わないというふうに思って、タクシー乗ったんです。で、でも僕、お金持ってないですよね。 それでもあいそんなのって言って乗せてて言くれたでも沖縄の現地の話とかこう最近やっぱり中国人の観光客増えたんだよねとかねやっぱりタクシーの運転手なんかも非常にフレンドリーでフレキシブルでですね胸襟が大きいというかだからその辺もやっぱりその非常にこう自分が日本で行った中で行った都市街の中で非常にこう温かみがあって。 であとやっぱりですね琉球大学の学生も非常にあの気合いが入っていてですねあの私があの講義をした際にあの佐藤君というですねあの女子小学生のミニバスのコーチもやっているで今はですねある外資系の銀行で働いている子がいるんですけれども彼がずっと案内してくれたんですけどねやっぱり非常にこう強い精神を感じるんです。やははりあの本土には負けたくないとかね 例えばその女子バスのミニバスの,あのコーチをしていてみんなすごくあの気合が入っているとやっぱりこう本土、本州の人たちにその沖縄の魂というか精神を見せてあげたいとうう言っていたしあとはですね今の大学生でこうアイデンティティの話彼が言っていたのは僕にはこう2つのアイデンティティがあるんですと日本人というアイデンティティと琉球人、沖縄人というアイデンティティ2つがあって常に葛藤があるんですと。 でこういう感覚ってあの僕自身の高校時代を振り返ってもやっぱり思いつかないですよねですからあのそう考えた時にやっぱり沖縄という場所は非常に特別で,で彼ら彼女らにはあのならではのもがきがあってその過程であの前に進もうとしているんだなっていうねそういったあの執念みたいなものを感じてだからちょっと軽く総括をすると暖かさそしてあの場所の魅力 でやっぱりあの人々のアイデンティティあとやっぱりその歴史もちろんその沖縄、ね、返還前後のことであったりとか昨今であればです、ね、こう米軍基地の問題だったりとかあらゆる日本の対外関係における問題が沖縄に集約されていてでその集約されているプロセスを沖縄県民というのは皮膚感覚でやっぱり感じているわけですよね。 こう家の近くをこの米軍の飛行機が飛んでいるとかこういったことっていうのは私たち普通に過ごしているうちはです、ね、考えられないというか感じられないことだと思うのでその辺はやっぱり初めての沖縄訪問であの実感できたのはすごく良かったです。